出し物が決まらんとは。はい先生、いいのがあります。それは学問的に素晴らしく魔法的に摩訶不思議であっと驚く出し物なんだろうな。見せてみろ。わかりました。いでよ。違うぞ。立派な串単語ですね。さすがチャチャさん。変ラスカル先生、お店をやるんならおしゃれな喫茶店がいいと思います。喫茶店だと？おしゃれな喫茶店だと？うわー先生ごめんなさい。スノックでいいじゃないか。それならそれなら俺ラーメンと餃子の専門店がいいです。ダメだ。なんでだよ。くっせー、さっきいっぱい食べたもん。そんな取り込み中すまんです。じゃいつも孫のリーヤがお世話になっておりますじゃ。じいちゃん。リーヤのおじいちゃんこんにちは。そこで今日はお礼に来ましたのじゃ。エキサイティ。さて何がいいかの。何でも好きなものを握りますじゃ。握る？あ、じいちゃん寿司屋さんか。何寿司？うん、じいちゃん得意なんだ。シャリもいっぱい用意したですじゃ。さあ、何でも言ってください。じゃあ、うんとね。待て、こういう時は目上の者が先だ。私が一番だ、トロ。すまんの、トロは切らしておる。甘エビ。すまん、甘エビも切らしておる。ウニ。切らしておるわい。ならば、イクラ、タコ、イカ、タイ、ダメ、マグロはどうだ。全部切らしておるわい。じゃあ何があるんだ。卵。おい、食いねえ。おいしいけど、卵ばっかりじゃ。なんだよ、じいちゃんの寿司に文句があるのか。あ、いいや、ちょっと飽きちゃうかななんて。お寿司パーティーを開いてたの。リーヤ君のおじいちゃんなら私のおじいちゃんも当然よね。おじいちゃんごっこしてあげるわね。おー、くっつくな。寿司ネタならこの私に任せなさい。マリン、マリリン、いでよ寿司ネタ。あら、ちょっとサービスしすぎたかしら。じゃあねリーヤ君、食べ過ぎないでね。死んだ関数はお寿司にはならないか。タコにイカを待ち、マグロにサメ、ウニ。じいちゃん、新鮮なのはいいけど、いて。でも美味しい。うまい。最高。おいしい。おいしい。あんな素人の作った寿司に満足するとは、チャチャも大したことはねえぜ。プロの技を見せてやる。もう、あんた早く帰りなさいよ。えいえい。それなら足がその魚使ってやろう。寿司踊り巻き寿司。特上のシャリ。それ！それ！どうなってんの？次はチャチャだ。誰かいるの？あら？マリンちゃんが遊んでる。どうしてこれが遊んでるように見えるのよ。私も入れて入れて。入れてやるともさ。やあチャチャ。セラビー先生。学園祭じゃないですよ。セロビ？お寿司の匂いがしたのでついフラフラっと来てしまいました。おや、マリンちゃん、美味しそうな巻き寿司になりましたね。私は巻き寿司じゃないわよ。セラビー先生って結構食いしん坊さんなのね。違います、私はただお寿司が握りたいだけです。でもお腹も空いてるのよね。
空いてませんよ。じゃあ私が握りましょう。はい、セラビー先生。ここはひとまずセラビーのお手並み拝見といくか。本格的じゃねえか。はい、いらっしゃい。何でも言ってください。わー、私はね、ダメ、セラビー先生の寿司はみんな私が食べるの。どうせはいかん。まず私が毒味をしてやる。セラビーの腕をじっくり見せてもらおう。ずるいよ先生、自分が最初に食べたいからって。シーネちゃん、今何か言ったかね。別に。ラスカル先生は顔もきついけど性格もきついって言いましたわ。ほう、そんなこと言ってませんよ。やり、セラビー、トロにイクラ、マグロにイカタコ、ウニにタイにアナゴだ。はい、お待ち。アナゴはタレをつけておきましたよ。早い。わー、早い。わー、セラビー先生早い。すっごく早いですね。さすがチャチャさんの先生。いえいえ、それほどでも。ささ、どうぞラスカル先生。早ければいいってものではあるまい。なあ、ん、そーっと、そーっと。ちょっと、本当だ。お、じいちゃん。あ、わさび効きすぎましたか。うまい。うまいもの食べると遠吠えをしたくなりますじゃ。じゃ、山へひとっぱし。おい。さすがだセラビー、目にも止まらぬ速さは、寿司の命であるネタの鮮度とシャリの融合を手のひらの温度で壊すことはない。そのシャリの歯ごたえといい、わさびの効き方といい、見事なものだ。気に入ったぜ。ガキども、トクとセラビーの腕を見せてもらおう。はぁー、おいしい。うまい。これおいしい。セラビー先生のお寿司は分からん顔で食べる。ダメー。どんどん握りますから喧嘩はしないでくださいね。これはなんと1個あたり 0.1 秒。あれこそ幻のヒゲ横手返し。1個あたり 0.1 秒、俺の 0.5 秒の記録をあれほどあっさりと破るとは。上には上がいるもんだぜ。おじさん、お寿司食べたいんでしょ。中に入って食べたら。ちゃちゃ、ねえおじさん。ちょちょ、チャンスだぜ。早く寿司、踊り巻き寿司を決めちまえ。今はそれどこじゃねえ。あの幻の技をものにしねえと俺は一生後悔するにちげえねえ。何言ってんだよ。そんなことしたら宗月様にすまきにされちまうぜ。早くチャチャを。そんなの後だ。まずは幻の技を俺のものにするんで。寿司、踊り巻き寿司。ああ、いけ寿司。いらっしゃい、何握りましょう。セラビー親方、俺を弟子にしてくれ。そしてヒゲ横手返しを教えてくれ。しかし私はプロではありませんから。いや、あんたはプロだ。俺の目はごまかせねえぜ。しかしセラビーの弟子になるためにはそれなりの腕がないとダメですわよ。なら見てくれ。へえ、お待ち。早い。イカ、イカがなんちゃって。イカさないシャレね。今のシャレいかが。ま、いっか。いつまでつまんないシャレやってんの。物がいかだけにげっそりよ。あ、恥ずかしい。まあまあまあ、寿司食いね。親父、なかなかいけるぜ。うん、セラビー先生の次に美味しい。チャチャさんの言う通りです。ねえ親方、聞いての通りだ。親方頼んます。この寿司を男にしてやってください。あなたは女性だったのですか。こんなに一生懸命なんだもん。セラビー先生、この人をお弟子さんにしてあげて。しかし弟子にしてやりゃいいじゃん。減るもんじゃあるまいし。でもね親方、俺のどこが気に入らねえんだ。それはね、顔ですわ。顔。ああ、言われてみればそうだな。セラビー先生には苦手な顔よね。ならばこの顔でどうでいい。これは、これは、これは、うん、いまいちですね。ならば、これでどうでいい。おめでとう。それはなかなかいいですね。弟子にしましょう。まあ、いいか。おい、ちゃちゃ、
あんないい加減なやつの弟子早くやめた方がいいぞ。ワオこの特訓って寿司を握るのとどんな関係があるんだろう。セラビー親方に言われてからやってるんで。おっちゃんセラビーにからかわれてるんじゃないの。きっとセラビー先生のことだもの、何か考えがあるのよ。チャチャさんの言う通りです。例えば石のお寿司を握るとき役立つ。さすがチャチャさん。石の寿司なんかあるもんか。はい、もういいですよ。親方、これは何のための特訓だったんですか。ああ、それはですね、石の寿司を握るときに役に立つんです。で、親方、次は何をしましょう。そうですね、次はあの雲を1時間眺めていてください。えい、親方。ちょっと待てよ、そんなの寿司とは何の関係もないだろ。関係はあるぜ。寿司を握るにはロマンが必要なんで、ね、親方。きっとセラビーは何も考えていませんわよ。今は考えつきました。後から考えんな。その特訓は何の意味もありません。さあ次行ってみましょうか。おっちゃん、セラビの弟子になるのはやめた方がいいぜ。親方、次の特訓お願いします。けん、人が親切に言ってんのに。でも一生懸命みたい。みんなで応援してあげよう。うん、なんとなく先生と弟子って人事じゃないですしね。ちゃ、しょうがねえな。なんだそのセンスは。恥ずかしい。握り方を早く、それに表情が硬いですね。はい、もっと早く。にぎにぎにっこりにぎりんこ、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 にぎにぎおかわにこりんこ、にこりんこ。では今度は本物でやってみましょう。チャチャたちはお客さんになってくださいね。はーい。あたしウニ。僕もウニにします。チッチッチッ。スーは玉から食べるんだよ。玉？玉って、入れよ玉。こんなの食べれるの。違う、卵のこと玉っていうの。おっちゃん、玉握ってよ。へい。私も玉。僕も卵の玉。はい。わあ、さっきより早い。親方、一つ 0.4 秒、今少しですね。おっちゃん、紫を送れ。私は赤ちょうだい。チッチッチ、紫っていうのは醤油のことだよ。すごい、いいやつ、なんでも知ってんのね。寿司好きのじいちゃんに教わったんで。おっちゃん、上がりくれよ。上手ですね。なんで、お茶ならお茶って言えばいいのに。では火に横手返しを伝授しましょう。本当ですかよ親方。ちょっと教えるには惜しいけどね。いいですか、早く握るコツは手首のスナップです。こうして一度握って裏返すとき、強烈なスナップで寿司ネタをひっくり返すのです。消えた。ほらこっち。はい、ってことはさっきのダンベル運動もこのために。ピンポンです。さあやってみてください。このシャリに、このネタに寿司の命を吹き込むのです。えい親方、いい横手返し。0.3 秒、もっとスナップを効かせて。おりゃいい横手返し。0.2 秒、もう少しです。もう一息です。やるぜ、いい横手返し。親方、タイムは 0.0999 秒。私を超えましたね親方。おめでとう、寿司。
私にはもうあなたに教えることは何もありません。ありがとうございました。親方燃え尽きちゃったみたいですわね。おめでとう。おめでとう、おっちゃん。ついに俺が世界一の寿司職人だ。これで心置きなくもう一つの仕事ができる。お兄さん、お前を寿司にして大魔王様に出前してやる。変身バトル寿司。お前、俺たちを騙してたんだな。許せねえ。くらえ、寿司にはつきもの抜いちゃならねえ。サビアタック。は辛いものに弱いですからね。ちゃちゃ覚悟、いでよでんぐり回転寿司。テラビのやつろくなこと教えねえ。先生の悪口言わないでよ。お客さんがお待ち。おっと、それは戦車じゃないで。お見上がり。まだまだ甘いですね。何、誰で。通りすがりの寿司ネタの虫エビです。ところで、その3つの握り寿司はご飯粒の数が違っていますよ。何？チャチャ寿司は9999粒、ビーヤ寿司は9998粒、シーネ寿司は9997粒です。何？寿司職人たるもの、ご飯粒の数はいくつ握ろうと同じでなくてはいけません。そんなはずはない。9999粒、9999粒。おい、ちゃんと数は合ってるぜ。なかなか見事な腕前ですね。でもそんな風に数えるなんて、まだまだ自分の腕に自信がない証拠ですわね。もう許せんな。何あれ。これはまたえらくレトルトなもの。レトルでしょ。さて、無難金玉すだれ、すだれのようで。さてもう南京タマスダレ、ハサミのようでハサミでない。さてもう南京タマスダレ。このバトル寿司から逃げられると思うなよ。そう、どうだ、手も足も出ない、死ねWe'll be right back.
前が寿司になるか。そうです、今度こそチャチャを確実に絶対に間違いなく倒せる方法を見つけましたでゲス。もう一度チャンスをでゲス。らっしゃいらっしゃい、おいしいお寿司ですよ。いらっしゃいまし。お前自分のクラスはいいのかよ。まあピーヤ君ったら私の心配してくれるのね、嬉しい。よせよ。何よあのサザエ娘。どうどう、それよりなんでお客が来ないのよ。ヒギ横手返し。ヒギチューリップ巻き。ねえ誰かお客になって。クラスメートのおりんちゃんは女忍者、ちっちゃくて純情で、シーネちゃんの姿を見ると胸がドキドキして顔